俺たちの目的地はここから北東にあるダンジョンだな。早速マーカーを頼りに進んでみよう。アスナ、エール王は楽しい？うん、キリト君とまた一緒に冒険できるし楽しいよ。それに妖精になれるなんて本当に素敵。女の子は妖精とかファンタジーのものが本当に好きだよな。ファンタジーっていうのもあるけど、魔法が使えて空が飛べるのもいいよね。ゲームじゃないとできないことだし。それは俺も同じだな。でも実は最初、男が妖精のアバターになるのってどうなるか少し心配だったんだよな。そうだよね。妖精ってキラキラしたイメージだよね。でもキリト君、そのアバター似合ってるよ。そうかな。それを言うなら、アスナはもともと綺麗だし、妖精のアバターすごく似合ってる。綺麗だ。キリト君。もう言った本人が照れないでよ。私まで恥ずかしくなってきちゃった。でもすごく嬉しい。ありがとう。これで決めてやる。頼もしい限りね。せい。これで決めてやる。せい。相変わらず頼もしいな、アスナは。せい。回復するぜ。Yeah!
てやる。ほっよっテイよっあっこのこれにするね。してるみたいだな、アスナ。テイク！お見事！この程度、かすり傷だぜ。頑張って。テイク！はい、これで決めてやる。これでも食らえたい。はい、あっ楽しくなってきたぜ。キリト大丈夫？まだやれそう？残り体力に気をつけてください。欲しいな、アスナは。ちょっと待ってあなたの背中は私が守る。
この扉は魔法で封印されてるみたいだね。ということは物理攻撃じゃ破壊できないの？そうみたいね。これじゃ先に進めないわ。となるとおそらくこの扉の封印を解除する仕掛けがあると思うんだけど、ここに不自然に穴が開いてるぞ。石板か何かを収めるのかしら。怪しいわね。他にも何かあるかもしれないな。この辺りを散策してみよう。わかった。みんなちょっとこれを見てくれ。何か書いてあるよ。通るの高地？あ、さっき移動してる時にこの先に農場みたいな場所があるのが見えたわ。きっとその農場のことを言ってるんですよ。扉を開けるヒントがあるかもしれないわね。ああ、それじゃあトールのコーチに行ってみようぜ。オッケたな。やったね。数の割には大したことなかったね。一体一体が強かったらヤバかったかもしれないけど、この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそうね。ああ、今回は雑魚敵だったけど、これからどんどん強敵が出現するんだろうな。二人とも目がギラついてるよ。別にいいだろ、純粋にゲームを楽しめる空間なんだからさ。さすが生粋のゲーマーは違うね。しかもキリト君ってば相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。あ、そうだったな。そう、俺は SAO から生還し退院してすぐに ALO に興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃。お兄ちゃん、ちょっといい？妹のスグハ。ゲーム内ではリーファと呼ばれており、SAO を生き抜いたプレイヤーの一人だ。私が前に遊んでた別の VRMMO があるって紹介したよね。ああ、アルブヘイムオンラインだわ。通し空を自由に飛べるゲームで、種族間の争いが一つの要素なんだよな。そう、そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人、結城アスナ。